どうも赤星せよ赤星おしおしでぃーお願いします、はい、ラーメン緑山さんです。緑山はい、板橋区西台にございますね、はい、住所的にも西台ですし森駅も西台駅です、こちらが三田線の西台駅、あと一応お隣の高島平からもなるほどほぼ1分違いで歩くことができます、はい。でこちら7月25日にオープンしたんですが、あの蓮見のですね、店員さんが独立してここに出したんですね。なるほど、はい、なので内容も、もちろん蓮見系です、ね、でこれを期待して、オープンからまだ1週間経ってない時に行ったんですが、行列できてました。お花もありますね、はい、で、緑山スタジオとは関係がございません、はい、TBS の、はいはい、なぜ緑山かというとですね、なんと緑が好きだからという、そうなんだ、はい、情報をいただきました。目に優しいからね緑は、はい、ね、というわけで青信号を発信しておりますが、はい、ね、ラーメン、玉ラーメン、つけ麺、エビラーメン、エビつけ麺、やっぱね、蓮見といえばこの玉とエビ、これが有名ですよね。なるほど。なんですが、僕は緑山さんとしては初なんで、ラーメンを選択したんですね。というか、そうですね、桜新町の蓮見も、登戸の、蓮見も、エビはまだ頼んでないです。なるほど。今回も。はい。着丼がこちら、ラーメン、野菜増し増し、肉増し増し、油増し増し。あ、通常サイズですね。通常サイズです。これ大サイズが、8月2日からなんですね。なるほど。はい。で、もし台にした場合は、昔はグラム申告だったので、緑山では500グラム。はい。です。さらに増やすこともまあできるんです、で、うずら、ね、7月31日現在、効果を一緒にですね、簡単に置いて、うずら、一声かけてください。よいしょ。はい。うずらです。ね。で、豚増しもまだできないタイミングだったんで、僕はね、エビを食べに、さらに鯛を食べに、豚も食べに、もう一回いきます。大エビ豚で。大エビ豚。はい。はい、というわけで、いただいちゃいますって、その豚ちゃんですが、これがね、お上品なんでございますね。お上品。一口サイズ、バラ肉ですね、一応ね。醤油の染み込みを控えめなのでね、豚そのものが美味しい。ね、ぎゅちとふわちゃん、ふわでやっております。ふわがと言いたかったんですが、ふわちゃんになっちゃいました。タメ口使われた？ふわちゃん肉入ってます。ふわです。はい、ふわ豚です。はい。緑山油、これね、結構デカめのが入ってるんで、味付け油でない、これも豚の油が入ってるものなんですね。はい。で、クタ野菜です。クタちゃん。クタちゃんです。はい。藤丸ほどじゃないんですが、よきくたですね。なんでちょっとまあ、くたらーの方いると思うんで、マシマシにしてもね、思いっきりとてつもない量じゃないんで、好きな人はどんどん使ってください。はい、さあ、いきますよ。返しもございます、ね。そして、ドショッパレベルが 3.6 なんですね。おっと、いっぱいかけていく。結構序盤にこれかけてますよね。はい、なぜかというとですね、コールに絡めないんですね。なので、まあ、かけるでしょうね。まあ、野菜にね。はい、デフォ野菜に、ドバドバ。マシマシにしたら、やっぱ序盤からかけてもいいんじゃないかと、いうお品書きで。はい。さあ、そして、麺ですね。さあ、来ました。小3号第500、そして先ほど言った増し放題の場合は、大盛り券を2枚買うらしいです、まあ、そうすると、現蓮見と同じルールで 500g 以上申告、グラム申告で、はい、まあ、食べきれる量にしてくださいね、それはね、なので初めて行った方はもう普通サイズで十分だと思いますけど、やっぱうまいんですよね、蓮見といえば、ね、言えばですよ、はい、グリグリとやってますが、ただ蓮見ほどバキボキではないんですね、パキポキくらいです。なるほど。はい、半額は、はい、固め申告ね、これもね、バキボキ申告できるかもしれませんので、まあ、そこはちょっと行ってみてください、はい、できるとは思うんだけどね、そのうちね、で、新大田の二郎ぐらいの硬さかなとは思いましたね。新大田二郎も太くて、町田二郎の、まあ、ちょっとあれを継承してるという、いろんな店舗なのが出ますけどどんどん出ていきますね、はい、大サイズも食べたいねということですね。あ、そしていきました、これですよ。色が黒いね。そうなんです、このキレッキレ、非乳化です、
ね、私の表情注目ですよ、ね、うますぎてですね、どこ見てんの、無心で何もないっしょ、そっち、ふわ目線の先別にないです、あのカウンターの木目調のとこがあるだけですが、怖いな、金子醤油のですね、はい、緑ラベルを使うこだわりがあるということで、なぜか緑が好きだからです、うん、あ、で、ハルクかハルクスープをね食べてきました、ね、緑といえばね、ニンニクもね、でかくて荒々しいね、混ぜ買いがありますね、なるほど、はい、辛さ控えめ、ただね、かけらを噛み砕く楽しさ、うん、デカ麺の噛み締め、うん、興奮度が高い、興奮度、興奮度高い、わ、楽しいです、食べるの、なるほど、エキサイト系の、エキサイト系、インスパイ系じゃない、そんなジャンルできたんですか、エキサイト系です、これは二郎エキサイト系、二郎エキサイト系です、へい、もう麺がね、これ少なくなっている時に入れたらちょっと後悔してる、うん、ブラックペッパーですね、これね、なぜかというと、うん、極太麺にもう胡椒まぶすので、うん、一本一本がもう蛇王遠殺黒龍、あ、一本しか出ないはずの黒龍派がめちゃくちゃいっぱい入ってるからね、冷えあすいません、つまんないこと言っちゃいました、残像でしたね、はい、ちょっと、はい、ということで、あ、ファイナルうずらを、はい、食べておりますが、あ、ただただうずらを食べてスープを交互に食べる美味しい映像を最後はお届けして、うん、ごちそうさんでした、ねえ、頑張ってね、びっくりした、はい、というで今回大サイズにしてないので、うん、まああのマシマシレベルとしては87.7なんですけども、うん、ね、緑花なんですね、おおおおおお、これはどうしたポケモンバトルの、はい、ポケモンの構図ですね、猫、ね、これまあ手前は前回ニャースだと紹介しましたんで、うん、奥はね、うん、ブニャッとという部分になりました、うん、感じなんですよ、ニャットは、はい、ニャルマーから進化しますね、うん、ね、あのうずらはちょっと太ってきてるんで、うん、あのメンマは全然太らないんでね、うん、ちょっと緑山に行かさなきゃいけないんですけど、行かなきゃいけないです、行かさなきゃいけないんですよね、ということでね、緑山さんね、はい、緑山さん行って、うん、ちょっと僕結構二郎系食べてるけど、うん、初めて知った情報が実は一個あって、なんすか、外にお花が飾ってあるんですよ、はいはいはい、でそこに、うん、全然さん、これも蓮見から、うん、派生したお店なんですけど、全然、うん、さんの花の横に、うん、雑把さん、雑把、大雑把の雑把、うん、さんから花が来てて、うん、雑把さんってなんだ、うん、調べたら福島に、うん、蓮見っぽいお店がある、いわき市だったかな、うん、知らなかったんですよ、うん、で行って初めて分かった情報なんですね、うん、福島にもあると、そうそう、だからネット社会じゃないローカル情報を捨てたもんじゃねえぜという話、ネットには載ってなかった、いや、だからまあ、僕の調べが足りてないだけなんだけど、まあ分かんないよ、あったんですよ、はい、はい、今回はラーメン緑山さんで、はい、ごちそうさまでした。